中央省庁官僚特命座談会、今日はですね、官僚の方々に、集まっていただいて本音をですね、いろいろ聞きたいと思うんですけど、早速ですが、厚労省のですね、そういう要するに審議会みたいな、ああいうところにはどういう専門家の先生が集まるのが、いいのかってことを皆さんに話し合っていただきたいんですけど、そうですね、世間の方はですね、やっぱり今のサイエンスとかテクノロジーの最先端のねものを知ってらっしゃる先生方に集まっていただいて、日本も、そっちの方向に行くべきだというようなことをですね、示唆してくれる先生方がいいんじゃないかというふうに思ってらっしゃると思うんですよね。いや、ただね、そう言ってもね、やっぱり厚労省とか日本人ができることも限られてるわけですよ。だから私はですね、やっぱりまあ分かりますよ、アメリカとかそういうね、国だったらバーッとやってこうってやって、そういういわゆるプロアクティブっていうんですか、そういう先生方もいいと思うんですけど、それだとやっぱりちょっと日本の国側には合わないところがあるんじゃないかなと私なんかは思うんですけどね。まあそうなんですよ、私も思うんですよ。それだから例えば大臣、これ厚労省に限りませんよ、大臣だって別になんかね、そんなすごい卓越した能力ある方だけじゃないですよ。だからそういう大臣をですね、うまくこうやって操縦してってじゃないですけど、こうやってやり取りしながらですね、政策を実現していくためにあんまり消え物すぎると良くないんですよね。そうです、私もねそれは思うんですよね。だから例えばですね、今回の事態に関してもですね、国の政策に対してですね、それも全然ダメですよと、これは事実かもしれません、事実かもしれませんが、そういうことをあんまり言う先生はですね困るんですよね。そうなんですよ、だからね、ただ検査がね足りないとか言うでしょ、いや足りないですよ。で、科学とか技術を投入したらものすごいことができますよ、やってる国たくさんありますよ。でも日本はそれできないんですよね、我々国柄として。だからできないってことを批判して、検査できない、これはなんだサボってんだろうって、まあ実際サボってんですけど、それをね言われちゃうと我々は困るんですよね。いや、ですからね、やっぱり理想的な先生っていうのはね、やっぱり国の政策を追認してくれるような先生ですね。で、我々がやってる政策は必ずしもベスト&ブライテストじゃないと思いますよ。で、そのベスト&ブライテストじゃない政策をですね、うまくなんか円幕買ったりとか、そのなんていうか、ディスインフォメーションっていうんですか、あるいはミスインフォメーションっていうんですか、人を紛らわすようなその情報を言ってくださってですね、それで国の政策が、今の政策が素晴らしいんだと追認してくれるようなですね、そういう先生が、やっぱりそういう先生がね、我々にとってはね都合がいいですね。私もそう思いますよ。だからあんまりね鋭くて、これがベストアンドブライテストでこうやった方がいいって言っても、これ国民がですね理解できないですからね。私もそれを言いたいんですよ。だから厚労省はね、日本の国側に合わせたいろいろ政策をやっていくべきなんですよ。だからそんなね、最先端でこうなってるっていうようなことをね、言う、そういう先生よりも、やっぱり我々のね、この、まあ、それは拙いですよ。まあ、なんかどうしようもないかもしれませんよ、我々の政策は。まあ、だけどね、それを、いや、それはこういう理由で、医学的にはこういう理由で、ね、医学的にはこういう理由で、それにも一理あるんですと、そうです、そうです、それにも一理あると言ってくださる先生が、やっぱり最高ですね。そうですか、皆さんありがとうございました。第1回覆面官僚座談会、とても面白かったと思います。またこれシリーズ化したいと思うんですけど、そこで皆さん、なんで女性いないんですか、ここは